すいません、はい、館長いらっしゃいますか。はい、田中と申しますが、はい、あの書面が届いたんでちょっと質問があるんで。あ、はい、ちょっと待ってください。お願いいたします。いや、それは持っていかなくていい。これは館長から来たやつね。よし。サブレス。あ、どうもすいませんです、はい、私あの主さん長澤と申します。館長は？あ、館長はあのいますけれども、はい、ちょっと館長にお話聞きたいんですけど、あの館長からの書面。あ、そうですか、はいはい、ぜひお願いします。ちょっとお待ちくださいね、はい、よいしょ。ですね、ちょうどスケジュールがちょっと入ってまして。そんなに時間かからないんだけどね、せいぜい3、4分なんだけど、そんなにどんな用事か知らないけど、そんな大事な用事があるの？ちょっと今外せない用事がありますんで。こちらからの要望でも聞けないほど忙しい大事な用事があるんだ。いつだったらいいの？よろしかったらまた事前にご連絡をしていただいてということなんですけれども。ああ、そう。はい。じゃあいつなのか決めてよ、今。あ、そうですか。じゃあ、ちょっとお待ちくださいね。はい、すいません。Thank you.
はい、来週でしたら何言ってんのよ、そんなんでそんな来週まで待たなきゃいけないの、そんなにさ1時間も2時間もさ、あのかけて喋ろうって言うんだね、ちょっとさ、ちょっと聞くだけのことなんです、はい、今だってさ、僕来て話説明するだけでいいんだけどさ、はい、そんな面倒くさいことしなきゃいけないの、この間なんかあの会ってくれたよ、今簡単に言うとさ、はい、ここに書いてある文章事実と違うことが書いてあるから確認したいだけなのよ、はいはい、私はさ、今背泳ぎの人たちが、はい、対面コースの泳ぎの時には人とあの曲がって相手のコースに入っちゃうから危ないからロープをつけてくれっていう話してるんだけど、今は多くの人方々が危険になると思われる泳法バタフライやハイエーを控えさせていただいていることからって書いてあるのね、事実と違うのよ、こんなこと誰がいつからやってんのよ、聞いたことも見たこともないし、あそこにプールのルール書いてあるよ、走るなとかね、潜水するなとかさ、こんなことは今まで十何年間来てるけど聞いたことないよ、だから危なくない、私はこのままだといつか事故が起きるよって言ってるんだけどね、バタフライの人の手とハイエーの人が曲がってコースが天井何にも印がないから曲がって常に入ってきてるよ、ぶつかるから今までだってぶつかったことあるんだから、ところが今はそんなこと危ないことをや危ない泳ぎはやっちゃいけないってことにしてるんで危険はありませんって言って、これ事実と違うよ、こんな事実と違うことはさ、公文書でさ、公文書で書いてさ、だからあんたが言ってることなんか聞きませんなんて言ったらけしからんよ、こんなのさ、なんで事実と違うこと書く、プール業者の方からね、あの一応確認をした中でそう言った、プール業者がこう言ったの、バタフライとかハイエーはさ、危ないからやらせていませんって言って、やらせていませんっていうか、まあ、ご遠慮していただいてる中で、ご遠慮していただいてないっつうのよ、ご遠慮なんかしていただいてない、一度もんなこと、人が混んでる時にはハイエーをやらないでくださいとか、バタフライやらないでくださいなんて、一回、今まで一度も聞いたことないよ、まあ、そんな、うちの方の認識ではそうなんですよね、うちの方の認識ではそうなんです、そんなこと、前回言ってないじゃない、私とさ、館長と話したとき、そんな話してないよ。こういう事実があるんだったら前回話した時に言うはずじゃない、それ言ってないよ、それが突然ここで出てきてさ、だから安全なんですなんてさ、事故が起きたらどうすんのこれ、ちょっと館長連れてきなさいよ、待ってる間に、いや、あの今はね、あの席外せないっていうことで何やってんだよ、ですので来週あのお時間をあの開ける時に、来週のいつなのよ、じゃあ何時頃でしたら田中様大丈夫ですか、したらもう合わせるよ、合わせるよ、じゃちょっと決めてきてよ、あそうですか、うん、じゃあそちら普通、大体この業務時間だったら大体いいと思うから、うん、あじゃあちょっと待ってください、泳いでもらったらいいですか、うん、7時から。
そうしましたらですね、来週いつがいいかどうかっていうのを今日明日にでもご自宅の方にご連絡いたしますということです。はい。それからね、これ名前が書いてないんだよね。東浅川保健福祉センター館長とは書いてあるんだけど、はい、公文書にこれ名前書かなくていいんだっけ、これ。規則上っていうわけではないですけどね、規則上で名前書かなくちゃいけないとかいうってことではないですけど。ああ、そう。はい。こちらはさ、名前も住所も電話番号までちゃんと書いて出してるのにさ、失礼じゃないかな。はい、それ言っときます。うん、はい。じゃあ、はい、じゃあ、今日か明日にでも、早いうちに、お電話、ご自宅の方で書いてある。でね、できればね、今でもさ、話出ればその方がいいっていうのは、今工事やってるでしょ、はい、今だったらさ、これ私が要望してることは天井にちょっとペンキの絵でも何でも描けばいいんだから簡単にできちゃうことなのよ、工事中だからね。でそれ終わっちゃうとできないからさ、早くやった方がいいことなの、ここに提案してることは。だから先に伸ばさない方がいいよ、せっかくできるさ、改善提案がさ、できなくなっちゃうからね。どんな事情で絵を描く予定はございませんので、絵を描く、線でも何でもいいんだけどさ、一応その予定はないんですよ。ないのね、はい、やる気ないのね、要するにやろうとすれば簡単にできることをやらないのね。今そのやらない形で、考えてますので、はい、あなたお名前なんですか。私、長澤と申します。長澤さんね、はい、わ、はい、かりました。じゃあ電話ください。はい、はい、はい。この話は、この人一人に限った要望じゃなくて、他の方が実はで、私個人も泳いでてそういう体験してますの で一緒に行きました。はい、私のかみさんですけどね、保育園の関係でお世話になっております。あ、そうですか。ありがとうございます。はい、じゃあね、またね、はい。